場にですね、昨日も良かったけど今日もいいです。今から牛久沼に向かっております。今日のカメラは GoPro です。 GoPro は広角が広くてね、 前の前方がより広く撮影できます。スマホですとどうしても揺れや振動に弱いし、また広角が狭くてですね、前景がうまく撮れません。ですから今日は助手席に広角を GoPro をセットして牛久沼まで走ってみようと思います。こういうところはね、気をつけないと危ないんですよ。この道路30キロなんですよね。だいたい皆さん60キロぐらいで走っておりますけど、しょっちゅうネズミ捕りをやってましてね、捕まります。私は常に巡航速度を守っております。後ろ見にはエンジンがブローしましてね、今年の6月四国一周して10日ぐらいあちこち走り回って、その後九州に渡り、延岡から椎葉ダムを越えて人吉に出て鹿児島に入ったんですけどね、まあちょっとエンジンが無理したんじゃないでしょうかね。ブローして完全にダメになりまして、エンジンを乗せ替えました。今すでに3000キロを走っております。問題はないみたいですね。あ、4気筒で音が静粛ですね。パジェロは他の軽はほとんど今は3気筒です。4気筒のいいところはですね、上り坂に強いのと静粛性にとってはいいですね。前方は国道66号、通称浜通りのバイパスですね。砦から牛久沼を抜けるバイパスができてですね、交通がスムーズに流れるようになりました。
沼に着きましたね。